よいしょっと。なかなか捕まえられないな。ちょっと休憩しようかな。オレオも、付き合ってくれてありがとう。カエルさんを探すのは、明日にしよう。ずっと外にいたから、喉も渇いちゃった。シブ、ジュース飲んでもいい？ああ、お中元でいただいたのがあるから、それを飲むといい。ほんと？やったー。ジュース、ジュース。あ、お花のお茶がある。これ飲んでみよう。わあ、美味しい。それに、すっごくいい香りがする。お花でもお茶が作れるの、すごいなー。なんだか、いい匂いがするね。うん、このお茶の香りだよ。あ、この間もらったお中元かな。今までで一番美味しいお茶かも。僕も飲んでみよう。豆腐フィズ？飲んだことないけど美味しそう。他にもいろんな味の飲み物があったよ。全部飲んでみたいな。うん、すっごく美味しい。豆腐って飲み物にもなるんだね。僕、飲み物はお腹いっぱいにならないと思ってたけど。お豆腐でできてるから、腹持ちもいいんじゃないかな。僕にも作れるかな。材料は、大豆でいいのかな？大豆なら、今育てているのがあるね。作り方、調べてみよう。うん。なんだ、随分にぎやかだな。DJ ブースの修理は終わったのか、マヒル。終わったよ。あのね、お中元でもらった飲み物、すっごく美味しいんだよ。ああ、リア充さんが届けてくれたやつ？リア充さんのお父さんが作ったものだそうだ。はあ？それマジか？そうだぞ。リア充さんのお父さんって、ボッチオツさんだろ。有名なネクターの農家の人じゃないか。ジュースやお茶も製造するようになったんだな。まだ市販はしてないらしいぞ。俺たち用にシブザム製のフルーツのドリンクや、マヒルのために、発泡ブラッドも作ってくれたらしい。うお、ほんとだ。うますぎて、ブラッドパック飲めなくなるな。オレオも飲みたいの？干し草のネクターも熟成したら、オレオにもあげるよ。え、ネクターもあるのか？すごい人気で手に入りにくいのに。ちょっと、ネクターも飲んでみようぜ。どうせ飲むなら、完璧に熟成してからのがいいだろう。じゃあ、もう少し楽しみにとっとくか。シグのやつ、一人でこっそり飲むのかと思ったら、ネクターの分析してんのか。こういう研究は好きなのにな。フェマヤ、アルフォンサ・カルー、ウダバ、ルプスペー。